時の継承者、ファンタシースター EE、時の継承者、ファンタシースター EE、時の継承者ファンタシースター3は、1990年4月21日に、セガ、あとのセガゲームスが、メガドライブで発売した、ロールプレイングゲーム。海外では、ファンタシースター EE、ジェネレーションズ・オブ・ドゥーム、ジェネレーション・オブ・ドゥームとして発売。なお、時の継承者が、主題で、 ファンタシースター e e は副題である。ファンタシースターシリーズのナンバリングタイトルではあるが、時系列的に他のシリーズ作とのストーリー上のつながりが薄いため、シリーズの中では外伝的な位置づけになっている。結婚相手の選択によるストーリー分岐とマルチエンディングが本作の大きな特徴の一つである。1992年頃、セガの通信ゲームサービス。 ゲーム図書館にてサウンドテストが配信されていた。1998年4月2日発売のセガエイジスファンタシースターコレクションセガサターンや2008年3月27日発売のセガエイジス2500シリーズファンタシースターコンプリートコレクションに収録されているほか2008年4月30日より Wii のバーチャルコンソールで配信されている 世代交代によるマルチシナリオが特徴的な RPG で近未来的な世界観を形成してきたアイやイートは趣向が変わったファンタジー路線の様相を見せながらゲームはスタートする。しかし物語の進行に伴いシリーズが本来持つ SF 的要素が顔を覗かせ始める。主人公が各シナリオのラストで二人いる結婚相手のうち どちらを選ぶかで次に進むシナリオが変わる、マルチエンディングを採用しており、全エンディングの内容を書いて送ると抽選で景品が、通った、早ほどきコンテストが行われていた。親子三代にわたる物語としては事実上、ドラゴンクエスト V 天空の花嫁より、先ということになる。二馬車から刊行されたゲームブックでは、再現が困難なため、アインシーンの一ルートのみの話になっている。 他 RPG で魔法に相当するテクニックは最初からすべてを習得しており、レベルの上昇に応じて各々の効果が上がる仕組みとなっている。また、その強さの配分を変更することで効果を増減させられる。配分は街のマスターの店で変更が可能。以下はその紹介。なお、敵も主人公たちと全く同じテクニックを使用する。 千年前、人々は今は失われた科学技術文明の中で生きていた。しかし、ある日、ダイヤという不思議な力を持つ少女が現れる。彼女は超能力によってモンスター軍団を創造し、それらを率いて世界を席巻する。それまでの科学技術文明はダイヤの不思議な力の前に破れ去り、世界中がダイヤ軍に征服されかけていた。 敗北する科学技術文明の諸国の中で、オラキオサイコールリークが反旗を翻す。彼は、科学技術文明の最高傑作である、ロボット軍団で軍勢を再編し、ライア軍に反撃する。ライア軍は、突然の反撃の前に後退し、オラキオ軍とライア軍で互角の戦況となった。そしてこの戦争は、オラキオ軍とライア軍の双方が総力を挙げての、決戦で終わる。 この最終決戦の中で、オラキオは、サイレントミューン、共に、行方不明。ダイアは、エシル,ノコシルンケの子を知るんけえ知る。追放と、それぞれ最も信頼する腹心を、手元から失う。この戦いの戦果により、科学技術文明はその後も衰退し、人々の生活は中世レベルにまで後退した。オラキオとライアは伝承となり、 この戦いでオラキオに組みした陣営の人々の子孫は、オラキオの民、ダイヤ側に組みした側の子孫は、ダイヤの民、と、それぞれ名乗るようになり、千年の月日が経った。かつて、オラキオが育った国で、今もオラキオの直系の子孫を王と仰ぐ、リーク王国の海岸に、一人の少女が打ち上げられる。彼女は、記憶をすべて失っていたが、 その少女を拾ったリークの王子ケインサイコールリークは彼女と結婚しようとする。その結婚式の最中に突然現れたドラゴンによって彼女は連れ去られてしまう。ケインは騎士団を率いて連れ戻そうとするが、四分で軍を動かそうとした。彼にリーク王、サイキサイコールリークは激怒し、ケインを牢屋に閉じ込める。しかしケインはある協力者によって牢を脱出し、 連れ去られた少女を探し出すために一人で旅立つ。二世代目のクライマックスにおいて今まで旅してきたこの世界が実は都市型宇宙船、アリサ三世の中に存在していることがわかる。各世界は半球状のドーム型をしている七つの世界で構成されており、それぞれはパイプ状の通路で繋がれている。各々の,の,の世界を行き来するには鍵となる腕輪が必要である。 伝説の武器として、ストーリー中に登場する5人の戦士の名を冠した武器が登場する。これら武器は中盤以降で手に入るものの、その威力は、総じて低めに設定されている。しかし、シナリオの進行に伴い、それぞれ、名の名を冠した武器に変化し、各々のカテゴリで最強の武器となる。下記は、その対応表。E では、宝箱からの入手だった。 ネイシリーズの武器は、本作では、ネイの名前が封じられており、その名が判明した時点で真の力が発揮されるという、新しい解釈がなされた。千年前の戦いでは、英雄、オラキオとライアが決戦の後、邪悪な力に戦いを挑んだ。オラキオとライアは対立するさなかに、その背後に、邪神ダークファルスの存在があることに気づく。 二人は共に命を失いながらもダークファルスを海底の神殿に封じた。それから千年後、オラキオの子孫であるケインは、マーリナを探して旅を続け、封じられていた二つの月をアリッサ三世に接近させてしまう。二つの月には、互いの民族に恨みを持つルーンとサイレンが眠っており、二世代目の主人公は彼らと争い、戦火を拡大させてしまう。そして、 三世代目の主人公は、その戦いを終結させるために、ダークファルスを封印していた、オラギオの剣を引き抜いてしまう。すべては、封じられた、ダークファルスが、再び復活を遂げるために用意した罠だった。主人公たちが、ドーム型宇宙船、アリサ三世に住んでいるということが二世代目のシナリオで、判明。三世代目でその宇宙船が、 ファンタシースター E 帰らざる時の終わりにで起こったパルマ清掃直前に作られたものの一つであり、大勢のパルマ人が同様の宇宙船に乗って逃げ延びていたことがわかる。このことに関しては、ファンタシースター千年期の終わりにでも少し語られている。当初400隻ほどあった同型の宇宙船は千年、前の時点ですでに2隻のみ残して全滅していた。残された2隻の宇宙船、アリサ三世、 ネオパルマの運命も三世代目のシナリオごとに変化し、それぞれエンディングで明かされる。シリーズ全体についての時系列については、ファンタシースター公式資料集を参照。ここでは、本作の物語に関係する部分に留める。なお、E の登場人物たちやアルモル星系のその後については、一切語られていない。オラキオの富の王子ケインは、隣国サテラに言い名付けを持つ身だが、 記憶喪失の少女、マーリナを助け、共に過ごすうちに、二人は結婚を望むようになる。しかし、結婚式の当日、マーリナは、謎のモンスターにさらわれてしまう。マーリナと結婚すると展開するシナリオ。ケインはリークへは戻らず、シール国王として、暮らすこととなる。そして、王子アインが立派に成長した頃、シール、 シューソラン王国へロボット軍団が攻め込んでくる。ケインはアインに移住先として永遠の楽園サテライトを探すよう命じる。リーク王国へ戻り、リナと結婚したケイン。二人の息子レインが立派に成長した頃、モンスター軍団がリナの故郷サテラ王国を滅ぼしたとの方が入る。ケインはレインにモンスター軍団を操っている者を探しに行くよう命じる。 こちらでは、最終的にもう一つのサテライト、紫の月を目指すことになる。三世代目は四つに、シナリオが分かれているが、共通する登場キャラクターが多く話もほぼ、同じであるため、まとめて記述する。この時代ではサテライト、青の月崩壊、オラキオライアのどちら側にも属さない謎のロボットと、モンスター混合群の脅威など、異常な現象が頻発している。なお、 レインルート、フィン、ルイン編では、オラキオの民とライアの民が和を遂げているが、アインルート、シーン、のイン編では未だ民族間での戦争が続いている。三世代目の四人は、いずれもオラキオの民とライアの民の両方の地が入っており、武器は共通で剣を使う。なお、顔は全員違うが、ミューンによれば、オラキオと見間違えるほど似ているようである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。